それでは、間奏のソロの取り方をやります。まず、今日使うのは予言の2フレット、そして予言の4フレット、同じく3弦の2フレット3弦の4フレット、基本的にはこの4つでプラス、3弦の4フレットから6フレットへのスライドということをちょっとやりました。で、一つのフレーズはタッタッタッ順番に上がる、予言の2フレット、予言の4フレット、3弦の2フレット、タッタッタッ、それと今度は3弦の4から3弦の2、そして予言の4に、下がるパターンで、どういうことか、ちょっとオケの方を作りましたので、それに合わせていくと、ツンタッタッタタラダタタタタタラダ、下がるバージョン、タタ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 、それからタタタタ、スライド、タタタタタ、同じ。これは難しい。続けると、あとはリズムを工夫していくことによっていろんなフレーズになります。例えば、ポイントはこのタタタタを、適当に重ねたとしてもあんまり面白くなりません。やっぱり歌わせることです。なのでタタタタを声に出してタタ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 タというふうに、声を出しながらやっていくという、そうすると少しずつタッテタタ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 タというふうに、ギターが、歌いたいフレーズがギターで弾けるので、